はいどうも、プレスの T です。今日やっていくのは円のベクトル方程式っていうところでお話ししていこうと思います。以前ここ円ではなくて直線のベクトル方程式をやったんですけど、今日はそれの円バージョンをやってみましょうと、そういう話ですね。と言ってもやることは直線のベクトル方程式とほとんど一緒なんで、そんなにビビらなくても大丈夫です。ということで早速見ていくことにしましょう。じゃあまず最初に円をベクトルで表すとどうなるんだろうっていうのを考えてみたいんですけど、これについては円上の点 P っていうのを1ベクトルで考えればそれでいいですよねと。直線のベクトル方程式のところで詳しく説明したので、今回はそんなに細かいことはやらないんですけど、結局ベクトル方程式って何かっていうと、点 P の1ベクトルっていうものが満たす関係式はどんなもんですかっていう話でしたよね。そういう意味では結局直線だろうが円だろうがやることは全く一緒です。ということでまず状況を整理してみたいんですけど、円っていうのはこういう風に表現されますよね。中心っていうのがあって、で半径があるよと。でこの半径っていうものの長さっていうのは常に一定なんでしたよね。ということはこの中心と半径っていう情報と点 P っていうものを結びつけてあげればそれで終わりですよね。ということで円のベクトル方程式どんな感じになるか考えていきたいんですけど、こうです。 CP ベクトルの大きさが半径 R ですよ。以上です。もうこれで今回の動画ほぼ終わりです。びっくりするぐらい簡単ですよね。でも言ってることはわかるでしょ。ここの CP っていう長さは常に R ですよって言ってるだけなんだから、もうこうとしか表せないですよね。でさすがにこれだけじゃちょっとシンプルすぎてつまんないんで、両辺を2乗してあげればこういう風に書けますね。大きさの2乗は半径の2乗ですよと。で原点 O っていうものを考えてあげれば、ここからこの C と P に向かってこういうベクトルを考えてあげますよという風にすれば、この O を基準に C と P の1ベクトルを使ってあげてこういう風に表現することができますね。でこの P と C っていうのは今原点をベースに考えているので、C と P の座標をそれぞれ設定してあげれば、その座標がまんまベクトルの成分になってこのように書けますね。点 P の座標を XY という風にすれば P ベクトルは XY になりますし、 C の座標を AB という風にしてあげれば C ベクトルっていうのは AB という風に書けますね。でここの P ベクトルマイナス C ベクトルの大きさの2乗っていうのは結局これ内積を表しているわけですから、成分を使って内積書いてあげればこういう風に書くことができますね。ということで、あとはここの内積計算をしてあげれば、x-a の2乗プラス y-b の2乗イコール r の2乗っていう形になりますね。で、これは何かっていうと、図形と方程式の時にやった中心が ab である円の方程式でしたね。いいですかね。まあ、どのように表してもいいですけど、結局この式が表しているのは、図形と方程式でやった式と全く同じことを表しているんだよということが分かってもらえたと思います。じゃあ次に線分 AB が直径の時っていうのを考えてみましょうか。この場合はどうなってるかっていうと、図形で書いてみればこういう形になってるんですね。でここでちょっと思い出してほしいのが、直径っていうものに対する円周角の性質ですね。直径に対する円周角っていうのは90度になってるはずなので、この90度っていう条件から AP ベクトルと BP ベクトルっていうものの内積は0になるんですね。ここ90度ですから。でこのベクトルをそれぞれ原点を基準とする1ベクトルで書いてあげればこういう風に書けますね。で P は先ほどと同じように XY っていう風に設定してあげて、 AB の座標をそれぞれ A1A2B1B2 という風に設定してあげれば、この式からこういう形になりますよね。でこれ内積計算してあげればこういう形になって、これもまた図形と方程式のところでやった円の直径の両端の座標が分かっている場合の円の方程式でしたね。でまあ結局何が言いたいかっていうと、図形と方程式でできるようなことっていうのは大抵ベクトルでもできますよと、そんだけの話なんですけどね。これについてはまあ別に覚えていなくても、こういう風にしっかりと図をイメージしてあげれば、内積が0になるぐらいのことだったらすぐ出ると思うんで、あとは計算して出してあげればいいと思います。ということでだいぶ理屈は分かってきたと思うんで、例題をいくつか見ておくことにしましょう。じゃあ一つ目の例題なんですけど、三角形 OAB っていうものがあって、この各頂点に対し3倍の OA ベクトル、2倍の OB ベクトル、マイナス5倍の OP ベクトルっていうものの大きさが5であったと。この条件を満たす点 P っていうのはどこにいますかっていう問題ですね。でこの手の問題を考える時のポイントなんですけど、視点をどこか1箇所に決めましょうっていう話なんですね。っていうのもベクトルは平行移動して考えることはできるんですけど、それぞれが独立しているとちょっとごちゃごちゃするので、しっかりと視点を決めて相対的な位置関係っていうのを見ましょうと。
まあ、要は1ベクトルの考え方ですよね。で、じゃあそれどこを基準にしたらいいのかっていう話なんですけど、ぶっちゃけどこを視点にしても問題なく考えることはできるんですけど、まあ、今回のような場合は全部すでにね、おうおうおうって揃ってるじゃないですか。なのでこのおうっていう点を基準に考えるのがまあ分かりやすいだろうと。頑張って A に揃えるとかっていう風にしても問題なくできるのはできますけどね。ただこの P っていうのはこいつが動くのでちょっとややこしくなるのであんまりおすすめはしません。ということで今回は O を基準に考えてあげて OA ベクトルを A ベクトル、 OB ベクトルを B ベクトル、 OP ベクトルを P ベクトルという風に設定してあげて元の式を置き換えればこういう風に書けますね。で今この P ベクトルっていうものの移動を追っかけたいのでこいつを基準に考えたいんですけど、まず係数5っていうのがあるからこれ鬱陶しいのでくくってあげてこういう風に書くことができますね。ということでここ5と5っていうのがあるので約分してあげて P ベクトルっていうのを軸に考えたいのでこういう風に式変形してあげます。ここプラスマイナス変わってますけど絶対値なんでまあどう書いてもいいですよね。でここに注目してほしいんですね。先ほども見たように P ベクトルマイナス C ベクトルの大きさっていうのが定数になっていればそれを円を表すって言っていたんですけど、この部分に当たるのが C なわけですけどこの C は中心を表してましたよね。つまりこの5分の 3A ベクトルプラス 2B ベクトルっていうのは円の中心を表してるんですね。でこれを見た時に気づいてほしいのがどういうことかっていうと A ベクトルの係数は5分の 3B ベクトルの係数は5分の2になってますね。で5分の3足す5分の2なので足したら1になりますよね。足して1になるということはこれが何を表してるかっていうと点 A と点 B の分点の1ベクトルを表しているわけです。いいですかね。そしてここを表してたのは半径だったのでこれを言語化してあげれば辺 AB を2対3に内分する点を中心とした半径1の円ですよってことがわかるわけですね。いきなりポンと言っちゃったんでよくわかんないと思うんですけどこれ図に書いてみると非常にわかりやすいと思います。図で書いてみるとこういう風になるはずです。今大小関係っていうのは三角形 OAB というのがあって AB っていうものを2対3に内分している点がありますね。この点を表す1ベクトルっていうのがこれになります。でこれを中心とした半径が1の円ですよとそういう話ですね。でたまに質問があるのがこの OAB とこの円についての位置関係っていうものはどんなものですかっていう話なんですけど位置関係としては AB の内分点っていうのが円の中心になってますよってことはわかるんですけど今三角形の各辺 OA とか OB とかですねこいつに関する長さの情報どこにも出てないですよね。なのでこの円とこの三角形の大きさの関係っていうのは全くわからないので図に書こうと思ったらこういう適当な絵しか書けません。だから別にここの円がこんな感じになっていても別にいいですしもっと沈膜こんな感じになっていても全然 OK です。でこういうふうに定まらない場合っていうのは例えばこの点 A を通るように円を描いちゃったりとかするとえなんでっていう風に逆になってしまうのであえて適当に描いておくっていうのも一つのポイントですかね。二つ目の例題は中心が 1,2 ですよとで半径が5っていう円があってその円の上の点 A っていうのが 4,6 でしたよとこの点における接線の方程式はどんなもんですかっていう問題なんですけどパッと見たらもう図形と方程式で解いちゃう人って結構多いと思うんですけど、まあ、今はねベクトル方程式をやってるのであえてベクトル方程式を使って解いてみようというふうに思います。じゃあどういうふうにやっていくかって話なんですけどまず A 以外の接線上の点っていうのを P っていうふうに設定してあげればこういう図が書けると思うんですね。割と位置関係は適当なんですけどまず接線上の点 P っていうのがあるわけですからこれ接線だとすれば、まあ、P はこの辺にいますよと、まあ、ベクトル方程式なので原点っていうのを基準にしてあげて OP ベクトルっていうものこいつの挙動を追ってあげればいいと、まあ、そんだけの話ですね。じゃあこれどうやって考えていくかって話なんですけど接線の性質覚えてますかね。接線っていうのは必ず半径に対して90度になってるんでしたね。ということでこの条件を使ってあげればAP ベクトルと AC ベクトルの内積っていうのが0になるってことがわかりますね。で原点 O っていうのを基準にしてあげればこういうふうに書くことができて今 PAC っていうのはそれぞれ全て座標を設定してあるのでこの座標を使ってこのベクトル表記してあげればこういうふうに書くことができますね。であとは内積の計算してあげればこういうふうに書くことができて式整理すれば 3x 足す 4y マイナス36イコール0という風になりますね。なんかしれっと出てきたんで本当にこれ合ってるのかって思うかもしれませんけどこの式っていうのは
求めたい点 A における接線の方程式になってます。必要な条件はきちんと満たしてるんでね。怪しいなと思う人はこの点 C 中心にして半径が5の円のまず円の方程式っていうのを作って、それに対する接線の方程式の公式ってありましたよね、図形と方程式でやったやつ、あれを使ってあげればこれ出るのがわかると思うんで試しにやってみてください。まあどっちにしてもこの程度だったら瞬殺で出せます。でまあちょっとこれある意味ポイントっちゃポイントなんですけど、どっちでもいける場合はもう自分の好きな方を使ってもらったらいいと思います。定期テストとかではわざわざこれをベクトル方程式使って求めなさいとかそういう問題出るんで、それはちゃんとこういう風に今回で言ったらまあベクトル方程式使ってやらなきゃいけないし、数位のテストだったら数位なりのやり方っていうのがあるのでそれを使ってやらないといけないんですけど、入試とかだったらもう本当に自分の好きな方を使ってやってもらったら問題なく丸はもらえます。まあね、今いろんな方法を説明していてちょっと頭の中こんがらがってきてるとは思うんですけど、結局やってることとしてはそんなに難しい話ではないですよね。ということで今日のまとめになるんですけど、今日のまとめっていうのは問題解くときに変に意識をしないようにと、そういう話なんですね。なんかね、やっぱり新しいこと習うとそれを絶対使わなきゃいけないとかっていう風になんか意識してしまったりとか、ベクトル方程式とかっていう言葉がねそもそもなんかちょっと小難しいじゃないですかっていうところで、なんかうわベクトル方程式って苦手なんだよなっていう風に思う人いるんですけど、そういう風に意識してしまうとやっぱりねなかなか使えなくなってしまうので、まあ、やってることとしてはだって今日もね使ってるのなんて90度で交わりますよ、だから内積がゼロですよねっていうような超基本的な話だけじゃないですか。でたったそれだけの話なのにベクトル方程式っていうそのワードがどうしても先行してしまってよく分かんなくなってる人多いんですけど、それはもうこの意識から来てる部分が大きいので変に苦手意識を持たない、やってることとしては本当に単純に90度で交わりますよねとか半径の長さって一定ですよねと、そんだけのことなので、ぜひね円の方程式求めなさいって言われたらまあじゃあとりあえず今回ベクトル使ってみようかなぐらいの軽い気持ちでやってみてください。そしたらまあベクトル方程式っていうのがかなり身近になってくると思うんで自由に使えるようになると思います。まあ今日はこんな感じですかね。今日お話しした内容が分かりやすいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。この他にもブログやツイッターなんかで情報発信してってるので、よければそちらもチェックしてみてください。じゃあ今日はこの辺で、お疲れさんでした。さよなら。